ここ何年かは白い雪が降って助かるわ。雪が白いのは当然でしょ。ブー、ヘラビーサじゃ当たり前じゃないの。風向きと火山の調子によっては火山灰が混ざった灰色の雪が降ることがあるのよ。近くに火山なんてあったか？あるのはもっと北の方なんだけど、ミッドガンド王国内で一番大きな火山だから。遠石もそのキララウス火山で取れるのよ。っていうかそこでしか取れないんだって。キララウス火山、なかなかすごそうだな。ベルベットは火山を見たことはあるか？ないわ。見た経験も興味もね。これはダイルの尻尾。あんた、あいつをやったのか？タールの沼にはまって死んでるのを見つけたの。これしか持ち帰れなかったわ。本当か？疑うのは自由だけど、嘘でもゴーマの体を持ってこれるやつがいる？確かに。じゃあ船の修理をお願い。そうはいかん。テレサ様から正式な許可が下りないと。急いでって言ってるの。密輸の真犯人がバレたら営業停止じゃ済まないでしょ。お前、取引を。浜辺の船を直してくれれば黙って出ていく。分かった、船大工は手配する。浜辺でお茶を。おいベルベット、いい機会だからブグ屋で装備を強化していこうぜ。装備を強化？知らないのか？ええ、故郷ではやってなかったから。ならなおさらちょうどいい。やってこうぜ。ちょ、あんたって結構強引よね。おう、押しの弱い男はモテないからな。Okay.
これが装備の強化だ。わかったか？一応。けど、なんか面倒ね。一見な。だが、何回かやってコツを覚えると、ハマるぞ。強化と分解を工夫すれば、独自の強力な装備を育てることができるんだ。強力な装備を育てる？そうだ。この先も戦うつもりなら、武具屋での強化は必須だぞ。押しの弱い男がモテないように、戦いの準備を怠る奴に勝利はないからな。もっともね。これで強くなれるなら、使いこなしてみせる。あいつにたどり着くために。
船の修理は何とかなりそうね。それで問題が解決するわけじゃない。船をまともに操れなきゃまたナンパするだけだぞ。航海士なんて探してる暇はないし、かといって定期船は許可なしじゃ乗れないわ。俺たちだけで何とかするしかないってことか。だが俺の操船の腕は前の通りだぞ。無理強いはしないわ。一人だってやるだけよ。どっかにフリーの航海士はいないもんかな。大したことなかったわね。いざ参る。効果的やれんか。捉えられまい。空砲絶衝撃。捉えられまい。効果点そこよ。空砲絶衝撃そこだ。とどめラファリーレイブ。その程度で捉えられまい。効果点そこよ。全力で答えたが、やりすぎたか。先に進もうぜ。油断は禁物だぞ。そこよ呪い。効果点そこよ呪い。次効果点そこよ呪い。次効果点邪魔よ。手応えがなさすぎる。
刀のサビにしてやるぜ。ここだ、ちょろい、行くぜ。ここだ、そこだけ、行くぜ。話にならないわね。なあ、ベルベット、お前が殺すとゴーマは人間に戻るのか？は？どういうこと？海岸で襲ってきたゴーマのことだよ。死んだら人間に戻っただろ。今まで俺が切ったゴーマは死んでもゴーマのままだったから、ちょっと気になってな。ゴーマは死んでもゴーマのまま。けど私が殺したニコや村の人たちは、ゴーマの方に当たり外れがあるのかな。くだらない。死体がどうなろうが意味なんてないでしょう。だな。死んだ後に当たりが出ても仕方ない。そう、重要なのは食らったゴーマが私の力になること、それだけ。ダメだな、この船は。流骨がいっちまってる。新しい船を作った方が早いぜ。流骨？人で言えば背骨が折れた状態ってことだな。大体なんでこんなところで座礁した？普通はありえないぞ。直せないことは分かった。戻っていいわ。どうする？町で新しく船を手配させるか。それしかないか。その時間があればいいけど。偉大なる聖書、カノ主に願い立てまつる。カノ者に幸運と栄光を。我が名はそのための贄なる、礎なる。姉上。まあ、オスカー、突然どうしたのです？その傷は何があったのです？ゴーマに不覚を取りました。その件で本部に召喚される途中に寄ったのです。かわいそうに。痛みますがまだ戦います。この傷は我が未熟さの戒めとしましょう。さぞ卑劣な相手だったのでしょう。いえ、左手でこちらの力を喰らい打ち返す力を持ったゴーマです。見た目は燃えるような瞳をした黒髪の女性なのですが、油断すれば一刀でも危うい相手です。どうかお気をつけください。あいつか。姉上。わかりました。大丈夫、この程度の失策何ほどのこともありませんよ。実は姉上にそう励ましてもらいたくて寄ったのです。つけてくれているのですね、その耳飾り。もちろんです、あなたがくれたものですから。思った通りだ、姉上によく似合う。ではこれでおいとまします。テレサ様、密航者を捕らえました。濡れ衣じゃよ、許可を取らずに乗っただけじゃのに。女ゴーマの仲間ですね。あの者はどこです？このマギルー様に拷問は無意味じゃぞ。何でもペラリと喋るからな。Thank you.
をかけさせないで。話にならないわね。清涼から告知があった。ゴーマを町に呼び込もうとした魔女の公開処刑を行うそうだ。へえ、そんな悪い奴がいるのね。町には近づかない方がいい。テレサ様がよく使われる手だ。悪党の仲間をおびき出すためにな。悪党はお互い様でしょ。だから忠告した。テレサ様は一等大魔師のトップクラスだ。悪いことは言わん。今のうちに逃げろ。魔女ってマギルーだよな。清涼に気づかれたわね。抜け道も見つかったと思った方がいい。船の手配ももう無理だな。手配できないなら奪えばいい。奪うって、ヘラビーさんの船をか。こっちは二人だぞ。まだ協力できる奴がいる。ダイルか。あいつは航海士だって言ってた。仲間にできれば一石二鳥よ。そうかもしれんが、マギルーはどうする。それは清涼次第ね。ダイルの洞窟に行くわよ。すまん、マギルー、成仏しろよ。一気に片付ける。そこや。呪い。ナイスルーザー。ヒューハー撃衝撃ゼリア。とどめ。ラバシーレーザー。効果陣。もう。効果。二の肩。そこよ。捕らえられまい。そこよ。捕らえられまい。捕らえられまい。そこよ。やれやれね。お前って徹底してるよな。何が？行動がだよ。ダイルを利用し商船組合を脅し、マギルーを見捨てる。自覚してるだろ。別に見捨ててない。気にしてないだけよ。やっぱり徹底してるな。よくわからないやつだけど、マギルーはそう簡単には殺せないわよ。第一、あいつはこっちの手の内を全部清涼にバラしてるはず。それはそうかもな。だからあいつも知らない手札が必要なのよ。例えば死んだはずのゴーマとかね。さて、歯をもうひと研ぎして仕上げておくか。ブレードの手入れはしてるのか。なんなら一緒に研いでやるぞ。いい。命綱を気安く人に預けるなと教わったから。おお、なかなかいい師匠に巡り合ったんだな。俺が研ぐ必要はないが、手入れはこまめにしておけよ。教えるまでもないだろうが、研いだ後はクローブ油を塗って羊毛で拭くようにな。それも教わったわ。弟を殺したあの男に。Thank you.
なんで戻ってきやがった？事情が変わった。あんたの襲撃に手を貸すわ。ずいぶん勝手言うじゃねえか。仕方ないでしょ、ゴーマなんだから。ちげえねえ、ゴーマになって初めて笑ったぜ。だがいいのか、自殺行為だぞ。そうならない作戦がある。今大魔士たちは人質を取って私を町に誘い込もうとしている。なら倉庫に通じる抜け道から攻め込めば。ダメよ、多分敵はそこで待ち伏せている。だから逆をついて正面から切り込む。そんなのが策か？正面はおとりよ。敵を正面に集めたところで別動隊が抜け道から港を襲い船を確保。正面から切り抜けた隊と合流して船で脱出する。あんたには操船を頼みたい。一つ聞かせろ、誰が正面から攻める？もちろん私が。いいだろう、結構は明日。それまで一休みさせてもらえる？お好きなように。タールのベッドの寝心地は最高だぜ。お姉ちゃん、お姉ちゃん。ラフィー、うなされてたよ。怖い夢でも見た？すごく怖い夢だった。ねえ、話してよ。僕、行かなきゃいけないんだ。行くって？沈めの祠、アーサー兄さんが来いって。大丈夫か？ひどくうなされてたぞ。平気、何でもないわ。付き合わなくても恨まないわよ、別に。そうはいかん、お前が死んだら恩が返せない。変わってるわね。そうかな、だが俺はこうなんだ。ベルベット、アルトリウスって誰だ？仇よ、弟の。準備は済んだ、ダイルは出口で待ってるはずだ。出発しましょう。よく休めたか？おかげでね。あれの準備は？バッチリだ。名前まだ聞いてなかったな。ベルベットよ。生き延びたら一緒に出航しようぜ、ベルベット。
死んだら墓に名を刻んでやる。口の悪いやつ。そりゃ元からだ。じゃあ行くか。ヘラビーサを襲撃に。そういえば、あの羅針盤を持って逃げた少年、どこ行っちまったんだろうな。多分ヘラビーサでしょ。精霊は大魔師に刺激されてるんだから。となると襲撃の時に出くわすかもな。治療してもらった恩があるから切りたくないとでも言うの？いや、立ちはだかるなら切るだけだ。ただただ礼を言うのを忘れないようにしなきゃな。そうね。お前は心が痛まないのか？別に。精霊はあまり美味しくないって思っただけよ。おお、精霊はまずいのか。一つ賢くなった。答えがなさすぎる。お前たちは、そっちの目論見通り来てやったわよ。好きにさせん。捕らえられまい。とりゃー。捕らえられまい。そこや。効果点そこよ。ジョロイやっ、トリア、そこよ。ジョロイ、次、捕らえられない。そこよ、捕らえられない。トリア、効果点見切れんか、見切れんか。さあ、先に進もうぜ。待ち人を避難させてる。やっぱり罠か。監獄島を脱したゴーマですか？だったら？オスカーを傷つけた罪、楽に死ねると思うな！効果でそこよ！かかってきなさい、タイマスとも！義によって助け出しする！その女の左手に注意なさい！呪い！そこだ！ナイスクス！そこよ！とどめ！アンビン！効果点！ディエンジン！捕らえられまい！そこよ！そこよ！呪い！そこよ！ナイスクス！そこよ！呪い！そこだ！ナイスクス！呪い！捕らえられまい！
足に切られたいのはどいつだ。ほんで全体待ちを集結させよ。アンビリア次取られない。攻めを緩めるが一気に押し込め。耐えろよベルト。あんたこそね。そこだ。耐え尽くす。そこや。ドローリング。アンビリア。そこだ。耐え尽くす。ドローリング。大した生命力ですが、すぐに後悔させてあげましょう。二号。自分でとどめをさせないのか、臆病者。挑発には乗りません。お前の左手は油断ならない。それに汚らわしいゴーマの処理に道具を使うのは当然でしょう。じゃあ私も道具を使うわ。遠赤に硫黄と油。それ爆発する。貴様、倉庫の遠赤を。ろくろ承知。こら、わしも連れて行け。何をしている。追いなさい。テレサ様、船が、港が全部燃えちまうよ。二頭対魔士は消火に当たれ。出航準備はできてるぜ。逃がさない。お前だけは。二の方。なんと卑劣な手を。ゴーマに説教は通じないわよ。ならばその命で償え。そろそろ済む。ここだ。加え尽くす。ジョロイド。ザコシーレバー。狙いなさい。こうだってそこへ。やるまい。かかりましたね。狙いなさい。そこへ。やるまい。クリア。やるまい。狙いなさい。そこへ。とどめ。そろそろ進む。こうかね。そこへ。しまった。かかりましたね。じゃそこへ。無駄に。もらえられまい。そこへ。クリア。そこだ。はい。テレサの名において命じます。やりなさい二号。そやつ自爆する気じゃぞ。あなたがゴーマだったとは。涙目タイマシか。誰か。まずいぞ一等二人相手は。命令よ、あいつらを吹き飛ばせ。さもないとあんたを食らう。今だ。
んなんだ奴ら、何の恨みがあってこんなこと。終わりだヘラビーサー。もう己よくも、なんという傲慢だ。聖霊本部アルトリウス様に報告しなければ。なんとかうまくいったな。若干おまけがついたが。おまけ？あ、ベルベットのおやつ代わりにはちょうど良さそうじゃな。おやつ。冗談だからな。うん、それが命令なら。いいのか、連れて行って。この子の術は役に立つ。やばくなったら捨てればいいわ。じゃの、精霊なんて道具みたいなもんじゃし。なあ、にが？うん。